皆さん、こんにちは。新大陸にアルバトリオンが来て、思い知らされました。それは、操縦痕に要中強化機、力がないこと。見た瞬間に、アルバ操縦痕は微妙、だということを察知しました。とはいえ、スルーするわけにもいかないので、簡単に火力のお話をしていきます。表を出しておいてあれなんですが、話を簡潔にしたいので結論だけお伝えいたします。一言で言えば、アルバ武器はマム武器の誘惑。属性改進はなくとも、高い属性値と切れ味紫の二つから属性特化武器と言っていいでしょう。マム武器登場の際に説明させていただきましたが、属性は武器のモーション値に依存しません。一撃の重い体験で物理が重視され、手数の双剣で属性が強い主な理由です。アイスボーンの操縦痕は吸収付きの登場により物理寄りな武器です。つまり、マム武器と同様に有特化のアルバコンは現状、使う機会がありません。では、次にアルバトリオンに担ぐ武器について考えていきましょう。アルバトリオンの肉質は表の通りです。属性武器の双剣で前足を攻撃するのは、頭を切りづらいプラス属性が22と通りやすいからです。この肉質と操縦痕は物理寄りな武器を踏まえると次のようになります。操縦痕でアルバトリオンに挑戦するにあたり、今回はこれさえ覚えていただければ問題ありません。アルバトリオンの必殺技エスカトンジャッジメント、これを弱体化するには一定以上の属性攻撃を与える必要があります。ムフェト武器ではギリギリ1回の弱体化でも、マム武器なら2回の弱体化ができるほどです。ジャッジメントされないためにも、クリア目的ならマム武器ですかね。タイムアタックなどでは、攻撃方法、作戦で変わるため、それ次第といった感じです。明けの姿勢、ならどちらかの火武器、酔いの構成、ならどちらかの氷武器。今のところ、そんな感じです。とはいえ、まだ配信2日のため、新たな情報があれば、概要欄に追記いたします。それでは、良いジャッジメントライフを。